皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今回はガチャガチャをやっていきたいと思います。それでは回しちゃおう。私カップケーキ大好きなんでちょっと回していきたいと思います。これ何出ても可愛いですね。これスクイーズ見てると、最後お菓子なのをやってみたいと思います。ピンク、これかな。はい、帰ってまいりました。それではね、ちょっとカプセルの中身をご紹介していきたいと思います。じゃあ1つ目、開けてみましょう。こちらですね、ピンク色のカプセル開けてみます。はい、カプセル開けられました。うわ、これは何でしょう。リスが出ました。それではちょっと開封してみます。ハサミカモン。あれ、そっちゲット。オープン。ちょっと組み立てますね。こんな感じです。ドロッドロに溶けてるみたいですね。ドロドロに溶けてるみたい。こんな、もしこんなに溶けてたらやばいよ。でもこれ結構かわいいです。ちょっと周り見せていきます。こちら前ですね、横、後ろ、横、前となっています。次、オープン。あれ、開きました。こちらですね、アニマルスイーツです。開けてみましょう。パンダのカップケーキです。こんな感じですね。こちらですね、300円でしたね。こちら種類はですね、5種類あって、カバンとかにつけると可愛いかもしれませんね、こちら。こちらですね、スクイーズではありません。ではちょっと周り見せていきます。これプリンがある、本物みたいですね。はい、ということでこんな感じです。今度ね、私のお気に入りのバッグにつけたいと思います。次、オープン。プニュットクレープスクイーズです。こちらですね、全5種類で、私が出たのがチョコバナナですね。チョコバナナが出ました。こんな感じです。こちらの上は普通に硬いんですけど、こちら取り出せられます。こんな感じ、こんななってるんですけど、ここから取り出せて、ここがプニプニってなってます。気持ちいいです。クレープの皮がプニッとしていて気持ちいいです。まあ、こちらですね、硬いですね。周りを見ていくとこんな感じです。そしてですね、こちらですね、外せるっていうのいいですよね、こうやって。あとクレープってこうやって曲がってますよね、いつもこうやってギュッて。そこが本物みたいで可愛いです。次、これラストですね。柔らかカメル、柔らかカメロンパンですね。こちらは全4種類のやつですね。こちらはですね、私はチョコレートのやつが出ました。大きい。え、これ意外に大きいっすね。めっちゃ低反発。
こんな感じ。亀ですね。あのこの大きい版の亀メロンパンっていうのがあるんですけど、そちらと似てます。まあ持ってないんですけど、まあ今度機会あったらこのお揃いのやつ買いたいですね。こんな感じです。じゃあ周り見せていきます。で下はまあ普通にこんななっていて、上はこんな感じでチョコレートっぽいですね。全然それですっごい低反発、これめっちゃ気持ちいいです。こちらスポンジ系ですね。はい、以上です。こちらは今回はですね、こちらガチャガチャやりました。スクイーズじゃないのが2点、そしてスクイーズなのが2点ということで、ガチャガチャを回しました。でですね、ガチャガチャって何が出るか分かんないのも可愛いし、しかも可愛いのばっかだし、結構ね、私はガチャガチャが好きな方です。私はですね、何が出るかがお楽しみっていうのめっちゃ大好きなんで、ガチャガチャとかほんと大好きです。家にガチャガチャが欲しいです今回はガチャガチャを回しました。ぜひ皆さんがおすすめのガチャガチャがありましたら、コメントによろしくお願いします。ぜひそのね、コメント書いてあって、それが私がいいなと思ったら回してみたいと思います。また見てね、バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。